なんとあの大人気企画タンポポハウス1000円コーデ第2弾です。今回は秋も早々秋コーデ編、秋の装い編ということでやらせていただきます。今回もメンバーはあのレジェンドたちに集まっていただきました。では自己紹介を改めてお願いいたします。ひまりです。遅刻してしまって申し訳ございませんでした。よろしくお願いします。今日はその分素晴らしいコーディネートをします。よろしくお願いします。はい、これがオイラの寝巻きです。アナザースカイみたいに言うなよ。正解、正解すぎる。お酒屋もちあきです。頑張ります。就労時間に起きてなんかいません。ごめんなさい。よろしくお願いいたします。オンタイムで来ました。一恵です。唯一来たら事務所がすごく静かでびっくりしました。一恵です。よろしくお願いします。やっぱり才能がある人たちってどこか欠けてるんです。そんなことで今回も始めていきたいと思います。今回のルールは秋の装いということで、ちょっとあのやっぱり重めのお洋服なので、前回1000円縛りだったのを1500円の縛りにさせていただき、制限時間は30分でございます。その中であのキメキメのコーディネートを組んでいただき、皆さんにご紹介させていただきます。では行ってみましょう。イエーイ。ではタンポポハウス秋の野菜編前作探索スタート。行ってまいる。行ったおからのパンプスクール。どっちこっちこっちどっちこっちこっち。イエーイ、終わりました。 1番目。イエーイ、私が1番目です。ビッグボス。ぴったりじゃないけど、見て30円余らせてる。なかなかいい買い物できたと思いますよ。結構今回はちょっと大人め、いつも大人めですけど、私シンプルめで、シンプル担当でお願いします。買いました。3000、あれ違う、めっちゃ間違った。1370円です。本当はあと1着欲しかったんですけど、めっちゃ計算ミスって1600って出たので1個断念しました。でも3000じゃないよ、1370円です。あ、そうだ、そんなこともあったな。そんなこともあったけど、今日は私はちゃんと元あった場所に戻したし、ちょっとご迷惑のないように使いました。イエーイ。で、結構私今回うまいと思うんだよな。結構いけた気がします。私も今日結構自信、いやでも自信あるとか言っててな。でも千秋さんの自信あると私の自信あるちょっと方向性が違うから、ワンチャン、ワンチャン、あ、でも自信あります。弱気になったけど自信あります。こいつで頑張ります。ハイガー祭りじゃー。合計金額1480円です。2点減らしました。楽しみにしててください。あのね、ちょっとまあまあちょっと良かったやつが意外に多くて2点減らしたんですね。そうだから、それでちょっとスタイリングが、頭の中のスタイリングが崩れちゃったんで、車の中でちょっとあの一気に整理して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。でも期待しててください。お願いします。お待たせしました。1470円買いました。むずかったです。めっちゃすごいむずかったです。お楽しみに。いや、なんかオイラ
今回はいつも結局同じコーデになっちゃうなと思ったんですよ。なんか上シャツにネクタイに下ジャージみたいな、またそうなっちゃうと思ってあえて頑張って変えてみました。普段やらない感じで。そうでも割と別に奇抜じゃないです。はい、頑張りました。お願いします。パンプスクール。はい、それでは無事お買い物が済みました。1500円分。皆さんきっちり、今回はきっちり1500円やらせていただきましたので、それでは試着タイムへ参りたいと思います。せーの、はい、到着しました。パンプスクールにて今日もフィッティングを開始させていただきます。お楽しみの。ああ、ではまずはじゃんけんで順番を決めたいと思います。はーい、私はこの間の一番最後だったんだよね。どういう感じします？負けた人からですか？勝った人から選ぶ。はい、選ぶ。選ぼ。あ、みーちゃん今年選んでないの？今年だって今年選んでないの？今シーズン。でも今回はちょっと順位が目立ちすぎて。あー、イタリアンジョブです。みんなで、あーって言う、違う、あーって勝った人が最初だよ。はい、せーの、最初、せーの、じゃけんぽい。勝った人が選ぶ、最初はね、じゃけんぽい。私、今回実験あるから、4番目です。おー、かっこいい。めっちゃかっこいい。やば。じゃあ、私は3番目。最初は、待って待って、あと残り何？1か2？はい、せーの、最初はグー、最初はグー、せーの、最初はグー、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ1で。おー、かっこいい。かっこいい。やったわー。2で、ちょうど2が良かったんですよね。すごい、ちょうど2が良さそうな顔してるよ。そうそう。では、順番で決まりましたね。まず、最初は畠山千秋さんでグーザイです。試着タイムスタート。グーパンプスクール。さすが絶妙。はい、かわいい。超かわいい。すごい、マジで。
すごいわ。1番目ありがとうございました。写真撮ろう。1番目すごいわ。ラブチェンジみたい。
しおー、あ、ちょっと待ってください。あらー、かわいい。え、でもね、足とかの問題じゃないよ。丸いものもなんか見えてるよ、チラチラ。ほら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 、チラチラ。それってさ、待って。ちょっと一つだけ質問していい？可愛いかわいいんだけど、一つだけ質問していい？それってデイリールックなわけ？これはちょっと、あの、近所のカフェにお茶っていうスタイル。ちょっと待って、最近こういう人いたんだけど。てか、お会いに教えてこういう人、お会いにいた、こういう人。やばい。そう、だからちょっと露出とかしすぎたらダメだから抑えめにみたいな。抑えてるんだ、抑えてるんだ。ウエスト抑えてないじゃん、下半身抑えきれてないじゃん。え、かわいい、そんなかわいい、よかった。かわいい、なんか、丸いものも見えてる。あー、そっか、そっか、マイナスポイントか。マイナスポイントではない、マイナスじゃない、プラス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 。まあね、2個あるからプラスだよ。丸いものね、プラス、プラスですよ。あー、すごい、あー、これに合わせた。ボリューミー。これはいいか、こういうもっこりパンティーっていうパンツが入ってる。あー、そういうことか。あー、これはワンピースっていう系なの。ワンピースってこと、割となんかチルな、オムの距離って感じ。はいはいはい。でもね、すごい。今の合わせとかマジ可愛い。いや、うん。高いつがいにボタンつけてる。あ、そうそう。で、こうだ、そうじゃないの。あ、なるほどね。頭いいね、逆にね。すごい。こうした方が足が長く見えるんですよね。あ、逆にね。逆にね。すごい、いい法則教わった気がする。ありがとうございます。え、可愛い。寝るだけ忘れた。持ってきます。え、すごい。公園じゃないんだから。でも誰か俺に気がある時も誰か頑張れって言ってくれたんだよ。いくらいくら？いくら？すごい。え、これは何がどれ？これが105円で、うん、これが525円。あー、ってことは？ってことは？630円。さっきが700何本？うん。600？ 1300？ 全部。これオンロックある？あー、嘘！何その音？これ嘘！やばい！本当に？本当に。でもね、でも次ワンロックって言えへんぐらいかもしれない。いや、それもだよ。それもだよ。え、それもだよ。普通に。結構丸出しだよ。言わせてもらうけど、結構丸出しでそれもだよ。私も、ワンワンできたら下半身。そう、薄すぎないんだけど、薄すぎないんだけど、これはルックというよりマイナの妄想。いや、いいよ、いいよ。そういうことだから、そういう企画だから。そう、別に妄想よ。しかも私はこれ日常でもします。そう、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 ありがとう。え、結構やってんじゃん。でもさ、これさ、ちょっとさ、それこそさ、カナダのさ、あのさ、なんていうの、あの北米ギャルスタイルで、これに、あの普通に黒のレギンスとか、あー、確かにね、ブルーレモンとかが入っちゃうから、シャネリアンガールとか、キャルギャルとかはギャル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 。それでもマジ可愛いかも。確かに。え、でも可愛い。まあ、うん、可愛いよ。可愛い。でもね、それも可愛いんだよ、ぶっちゃけ。可愛い。なんかさ、超さ、でもでもっていう。でもでもじゃないの。なんかさっきのスカートとかこの辺仕込む。なんでみんなさ、カバーしてんのって感じ。違う、私ね、正直使えなかったんですけど、なんか2回使うのはあれかなとか思って。え、でも俺こっちが好き。うん。あ、じゃあ回ります。あ、じゃあ下からこうやって見てるからさ。あ、確かに。そうかも。下から見たらそうかも。富士山だってそうじゃんね。上が白いんじゃん。そうですよね。本当に気づかなかった。そうだよ。じゃあ見方が違うから3拍目お願いします。あ、じゃあ回りますよ。はい。めっちゃ可愛い。え、可愛い。髪の毛濡らしてる。出た。すごい。
100円そら。そう、これでも見た見た、これ100円かわいい、ね、見た見た、めっちゃかわいい、かわいい、あれ、それって東京上野クリニックじゃないのこれ東京上野クリニック、かわいい、かわいい、風邪ほけね、東京上野クリニック、え、かわいい、あ、そういうことか、そうそうそう、え、すごい、これ脱いだらマジ短いから、そういう短いとかのレベルじゃない、なんか引っ張りすぎて違う深くの穴が開いてるよ。あ、これね、ちょっと向こうはダメージしました。なんだよ、なっか音そっか、飛びしてたよ、仕込んでたよ、で、穴なんだ、こうやって引っ張りすぎて指がグーッとなったかと思ってきてあえてハサミでいっちゃった、ね、でももっとやりたかったんですけど時間なかった、みんなも助かると思って、そうねえねえ、マジかよ、お尻をちょっと後ろ向いて、後ろ向いて、あえ、かわいいね、ズボン履いて、めっちゃ、いや、この、これかわいくないですか、かわいい泣いてんねん、みんなは一番盛り上げた大賞なんですか、いや、盛り上げた大賞だよ、今ね、めっちゃね、びっくりした、しかも笑かしに行こうとしてないんだ、穴が、穴が、穴が開いてると思ったこれはここ書くでも真ん中はさ、真ん中に玉二つあって横に玉二つ穴開いてるの受けるんだよ受けんだけど大丈夫大丈夫、でも大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫大丈夫、かわいいかわいい、なんか全体的に短め、確かにね、違うよ、パンツやめたじゃないですか、あー本当は表だったんですけど、こうやってたじゃないですか、あこれね、全部で1480円、おーすごい、やばいよ、もうすごい、でもなんか全部今日はあのイメージにしちゃった、えでもなんかそのリベンジの感じが可愛いですね、え、パンツが入ったら次どうなの、パンツ履いたら、あのベストで、一回ベストを裸で着てメンズルックにしようとしてました、ああそうなんかこの前はいいパンツがなかったんだね、そう、なんかちょっと女できすぎたな、あえ、かわいい、めっちゃ、え、てか本当に似合う、え、なんか、かわいい、新たな術を見せてくれた、なんか普通になんかその繊維の可能性も見れた、あ確かにね、ニットって引っ張ればワンピースになるんだと思った、5秒に1回ぐらい通したけど戻っちゃうから、そう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 、たぶんだけど、いつ座ったら終わりも、そう意外と見失ってた、そう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 、確かに、そうそうそう、確かにそこ忘れてた、メッセージをね、あそうそうそう、洋服のね、洋服の可能性だよね、だってファッションは自由じゃん、いや、本当そうですよ、穴も2個開けちゃってるしねみんながこの1個の1個でこんなに喋ると思わなかった、本当そう、じゃあ、ありがとうございました、はい、はい、回りますか、パンプスコえ、かわいい、おーおーすごい、はい、すごい、はい、さ毎回さ、はい、自分のぴったりのアクセル選んでくるよね、はい、確かに、はい、すごい、はい、このほどの質問すごいよ、長さがぴったり、これ長さがマジで初めてタンポポハウスで竹の長さが超ぴったりなんです、ウエストもそう、見つけました、え、かわいい、手長そう、見つけました、すごい、しかもかわいい、めっちゃ今プランの中に、いやいやね、かわいい、でも嬉しい、かわいい、かわいい、そう、これあ、待って、ネフラ忘れてきた、あ、いいですか、あと、トンポタバスは105円、すごい、105円でこれ、ジャケットも105円、105円で、中のやつが120円、おー、トータルで、まさかあれもう一個、まさかあるんですよね、あるんですよね、630円、なんかさ、そのさ、ボタンの色とさ、シャツのこの大カラーの色とさ、そうなんですよ、めっちゃ可愛いんですよ、黄色、あ、黄色だ、本当はね、めっちゃ長いの、これあ、それでも可愛い、そう、私でも可愛い、可愛い、
いい。おースカートあった。え、かわいい。めっちゃかわいい。しかも新鮮でいい。そう、初めてのこの丈。え、かわいい。かわいい。めっちゃ好き。この丈が好き。え、そう、この丈だから。これにしない。かわいい。あれ切らないでほしい、絶対に。これはね、これはね、これは。でもこれはこのなんていうんだ、絶妙な、ちょっとなんていうんだろう、それこそちょっとイーモっぽい感じ。カラ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 、めっちゃかわいい。ナインティーズエモい。そう、そんな感じ。バランス感すごい。てか、しかもこの足だからよりかわいいんだと思う。これはどうしてもいい。違うんだよな。なんていうんだ、ちょっとだるそうな感じ。そうそう、ちょっとだるそうで。サイズ感最強かもしれない。そう、かわいいんですよ。こんなスカートあった。そう、ごめん、かわいい。ちなみにあった。かわいい。ファンファンファン。で、トップスも315円で、おで、帽子もこれはまず試着してる時にただ見つけて、で、かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。このコーデマジかわいい。帽子でまとまってる。いや、帽子がめっちゃかわいいみたいな、みたいな。めっちゃかわいい。なんかちょっと秋冬ダルダルダルコーデみたいな。かわいい。ちょっと公園の隅にいそうな感じ。いいね、いいね。かわいい。ヘッドフォンとかつけてほしい。うわー、いいね。なんかちょっと猫背な感じがちょうど良さそう。わかる。かわいい、結構好き。私も好き、これ。言っちゃえばちょっとヘブンみたいだよね。あ、でもちょっとヘブンっぽい。ヘブンみたい。ちょっとヘブンっぽい。90年代、確かに。90年代エモめ。え、嬉しい。やっぱ4番目に出てきてちょっとドキドキしてた。いや、本当に誰かが。マリエンドすごいよ。やった、やった。かっこいい。すごい。撮りますか。イエーイ。撮りますか。はい。かわいい。やばい。いいね。めっちゃかわいい。かわいい。やった。みんなすごいな。すごい。パンプスクール。皆様、お楽しみいただきましたでしょうか。本日はタンパクハウス1500円コーデ秋の野菜編でお送りいたします。出演者ひばりさん、畠山千秋さん、かわいい、一瀬さん、マイさん、これはアールスタイルでお届けいたします。それでは皆さん、梅雨の予想編もお楽しみに。せーの。